かいいな。気に入らねえぞ、お前。お写真を。おい、来た。ほら、来いよ。ほら、来いよ。見てろよ。ほれほれ。かかってもしてみる。よし、行くぞ。やってやるぞ。やってみろ。俺の番だ。怖いの？本気出せよ。逃げるなら今のうちだぞ。やってやる！撃ってこいよ。暗いな。俺の番ね。やめんな。さあ来いよ。
石か。おい、あれ見てみろ。ナノハだ。よし、早速問い詰めようぜ。バカ、素直に裏引きを認めるわけねえだろ。問い詰めんのはこっちが証拠をつかんでからだ。ここは元刑事の言うことを聞いとこうぜ。はいはい。すみません、ただいま満席でして。いや、待ち合わせなもんでね。ナノハの前に座ったな。あの男、裏引き相手なのか。うん、二人の会話が聞ければ証言が取れるかもしれねえな。証言たって、こっからじゃ何にも聞こえねえぞ。春日、スマホ持ってるな。俺に電話かけろ。わかった。あの、すみません、ただいま満席でして。悪いが便所だけ貸してくれねえか。クソ漏れそうだよな。いいだろ。はい、どうぞ。すみません、わざわざ来ていただいて。大丈夫ですか？ずいぶんと疲れたお顔で。最近体の調子が。早速ですが、まずはお金の件を。今金って言ったぞ。あの男が裏引き相手で間違いに。待て、受け渡しの瞬間を押さえてからだ。なんとか200万。はあ、残り300万。もしも10日後に結婚します。でもやっぱり。まさかお父さんにと言ったのはあなたですよ。今さら。いえ、お願いします。でもそんなに。そうですね、やっぱりわかるでしょう。でも完璧に。はい、でも父も。え大丈夫ですね。え、はい。全てがお父さんもあなたも慣れますから。父に会うことは。それはできません。その方がいい。父をお願いします。わかりました。さあ、もう行きなさい。なんで女が金を払ったんだ。しかも200万って尋常な額じゃねえぞ。ナノハさんは何か事件に巻き込まれてるんじゃ。事件ってどんな。詳しいことは本人に聞いてみるしかねえ。いつらな、悪い。おい、おっさん、謝って済んだら警察はいらねえよな。どうすんだよ、こいつ骨折れちゃってるぞ。んなわけねえだろ。すまねえが俺たちは急いでんだ。時間がねえなら金で解決するしかねえよな。治療費として10万ほどもらおうか。付き合ってらんねえよ。じゃあな。当てやこら。うっ、来いよ。よし、行くぞ。来いよ。やってみろ。なんだ、やってやるぞ。
全力で行くぞ。なめんなよ。よし来た。一調子だ。行くぜ。やってみろ。とっておき。おい。ほら、やるぜ。逃げるなら今のうちだぞ。やるぞ。おう。なあ。社会福祉法人、おそらく介護施設だろうな。随分と風情のある建物だけど。こいつは確か明治時代に建てられた旧財閥系の銀行の建物だ。何十年も前に広域財団が買収したと聞いてはいたがな。日だまりの城か。気品漂う、いかにも高級そうな施設だな。確か彼女は親父さんの介護費用を稼ぐためにソープで働いてるって言ってたよな。うん。ってことは親父さんが入所してるのはここかもしれん。じゃあさっきサテンで会ってた男はここの職員か。だとすりゃ何の事件もねえよ。彼女はただ親父の施設料を払っただけだ。どんなに高級な施設だからって200万も現金で支払うか。施設の中で渡すならまだわかるが、喫茶店だぞ。まあそう言われりゃそうだが。喫茶店の会話覚えてるか。彼女はあの男に親父に会わせてほしいと頼んだが、あいつはそれを拒んでた。
だまりの城受付窓口でございます。こちらに菜の葉さんのお父さんが入居してますよね。菜の葉さん、ああ、向こうの菜の葉さんのことですね。お父様はこちらにご入居ですが、何か俺ら、その向こうの菜の葉さんの職場のもんなんだけど、中に入れてくれねえかい。すみませんが、面会は親族のみとなっております。まあ、普通はそうだろうな。いや、面会ってわけじゃねえんだ。実は俺も自分の親父のことで介護施設を探しててよ。菜の葉さんからここが素晴らしいって聞いたんで見学したいなと思ってね。申し訳ございません。当施設では入居契約が完了するまでは内部に立ち入ることができません。え？内部の様子はホームページにてご確認いただけますので、そちらをご覧になってください。質問もホームページからお受けしていますので。見学さえできねえなんて、いくらなんでもおかしいだろExcuse me. Hmm? Can you tell me how to get to the station? Huh? なんだって? Can you tell me how to get to the station? ほほ、英語か。Don't worry! Hmm? え、違う。その英語も話せないなんて勉強が足りないね。うん、Can you tell me how to get to the station? Go! Straight! And turn right! Go, go, go! Go your way! Believe yourself! Oh, all right, thank you. You are welcome!イングリッシュ資格検定の賜物だな。ああ、ありがとうよ。
すまねえ、英語なんてからっきしで。礼には及びませんよ。でもあれくらいの日常英語くらいはできないとグローバル社会に乗り遅れますよ。グローバル社会、今は世界を股にかけて活動するのが当たり前。僕もそんなインターナショナルなパーソンを目指してこの学校で資格を取得し人間力を磨いているんだ。学校、ああこの建物か、大海原資格学校。そう、僕はこの学校にずっと通っていてね、今までに取得してきた資格はざっと50以上にも上るんだ。 50? マジかよ、すげえな。資格なんて俺一つも持ってねえぜ。それはいけない。今は個の力が重視される時代、資格を取って人間力を磨かないと一流の社会人になれないし将来食いっぱぐれるよ。そうだ、せっかくだから体験してみたらいい。体験？ああ、この学校では今初回講習無料キャンペーンをやっているんだ。無料で人間力を磨ける、興味あるでしょ。まあ確かに少し興味はあるけどよ。なら善は急げだ、ついてきなさいな。さあさあさあ、ああへえ、ここが資格学校か。こういうところ初めて来たぜ。ここは資格学校業界の中でもかなりの大手だからね。さあこちらが受付だよ。どうも宮越さん、今日も素敵ですね、なんちゃって。あ、そちらの方は？この人ですか。この人はその体験レッスンの希望者です。僕が、この僕怒りが勧誘したんですよ。なるほどね、この子の気を引きたいがために俺を紹介したってわけか。たぶん。そうなんですか、ご紹介ありがとうございます、碇さん。いやー、なーに、宮越さんのためですから、なんつって。私、本校受付の宮越と申します。よろしくお願いしますね。なあ、俺は春日一番ってんだ。春日さんですね。それでは簡単に本校の説明をさせていただきます。耳の穴かっぽじってよく聞くんだぞ。宮越さんがせっかく説明してくれるんだから、一言一句逃さないように。うるせえな。当校は就職から趣味に至るまであらゆる資格のサポートをしている学校です。資格試験の合格率は業界ナンバーワン。覚悟を決めたら大海原をスローガンに本気で自分を高めたい人を後押ししています。ほう、合格率ナンバーワンか、すげえじゃねえか。ありがとうございます。ただ我々は単に資格が取れればいい、合格すればいいとは考えていないんです。大切なのは資格取得をする中でいかにその人自身を磨くことができるか、人間力を高めることができるか、そこに主眼を置いた教育を行っています。いくら資格がたくさん取れたとしても人として成長できなければ意味がないと考えているからです。いいこと言うな、宮越さんは。お前ちょっと黙っててくれねえか。まあでもなんとなく分かった。俺も資格が欲しいってわけじゃねえけどよ、人間としてもうちょい成長してえなって思ってたんだ。ありがとうございます。では無料体験をご希望とのことで受けたまわりました。ご準備ができましたら私にお声掛けください。無料体験を始めさせていただきますので。わかった。春日さん、無料体験を始めさせていただき、なあ頼むぜ。それではご案内させていただきますね。どの資格を受験しますか？
ちらの資格でよろしい。まもなく試験開始です。お疲れ様でした。これで無料体験は終了になります。初めてにしては上出来じゃないかな。まあ僕みたいに資格の達人になるにはまだまだ道のりは長いけどね。いちいちうるせえな。やってみていかがでしたか、春日さん。勉強なんてほとんどしたことねえから大変だったけど、なかなか面白かったぜ。身になるっていうか、自分が成長した感じがして気持ちいいな。それは良かったです。人としての成長、人間力の育成こそがうちの学校の目指すところですから、もしよろしければ入学を検討いただけませんでしょうか。うちは入学は無料、取りたい資格があるときにその講座に申し込んでいただく形になります。申し込まなければ料金はかからない。とりあえず入学しといて損はないわけだから入学した方がいいよ。宮越さんのためにもするんだ。さあさあさあ。たく、わかったよ。俺も人間としてもうちょっと成長してみてえからな。試しに入学してみるわ。ありがとうございます。一緒に人間力を伸ばしましょう。受けたいコースがありましたらいつでも私。わかった。だがいろんなコースがあるんだろう。あ、そうですよね。何かサポートが必要ですよね。それなら資格取得数50を超える資格のプロのこの僕がサポートして差し上げましょう。お前が？わあ、イカリさんにサポートしていただけるんでしたら本当に助かります。でもいいんですか？もちろん。宮越さんが喜ぶ顔が見れるんでしたら、もじゃもじゃ頭のおっさんのサポートの一つや二つ大したことはありませんよ。なんつって下心丸出したな。ですがイカリさんは資格に関しては下手な職員よりも詳しいのですごく頼りになると思いますよ。まあちょっと癖はあるかもしれませんが。ちょっとね。まあわかった、よろしく頼みますよ、猪狩先輩。任せてくれたまえ。僕が優しくサポートする姿見ていてくださいね、宮越さん。なんつってはい。それじゃあ春日さん、今後ともよろしくお願いしますね。